こんにちは、会長です。本日はですね、リリカ全一のクラミツァさんとリリルル会ですね。はい、僕がルル化してます。珍しい。とても珍しいんですけど、そうね、今、この動画が土曜日で、で、今が確か、確かじゃねえわ。そんなの時計見ればわかるな。時計見ればわかるんですけど、日曜日の8時前ということで、まあ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 、日曜日もね、ちょっとね、コンパスしたんですけど、まあシーズン環境はね、全然わかんないですよ。全然わかんない。なんかね、前世で出てくるキャラの体感が、まあ、リリマルとリリリルと耐久が多いかなっていうのと、あとリンとリムル、まあ、そこら辺が多いイメージで、なんかみんな結構バラバラなんですよね。一強っていうよりかはバラバラなんで、まあ、僕らリリルルやりました。はい、僕ね、今シーズンルルカやってることがちょっと多いですね。で、まあ、ミツアさんとね、リリルルということで、まあこれ以上ない相方ですからね。まあ、ミスったら僕が全部悪いという感じなんですけど。めちゃめちゃむずいね、ルルカ。マジで難しい。まあ、ただ、この試合は、先に、相手が C に2人行ったんで、逆に僕らが奥に行ってやろうということで、岡部はね、2人で殴っていって、フィールドをね、敵陣に置いて、まあ、追撃に攻めて勝っていったという感じで、かなりね、相手に応じて変えた立ち回りがすごく良かったかなって思います。はい。まあ、リリルル特にね、リリカの通常攻撃が大事でして、はい。まあ、なかなかね、まあ、リルカは、なんて言うんだろうな。まあ、立ち位置が、まあ、大事なんかな。まあ、火力を出しつつ、リリカが、ダメ化を貼るであろうタイミングだったり、まあ、カードを振るであろうタイミングだったりっていうのを、まあ、キャンセル狙ったり、まあ、リスク入れていったりっていう、まあ、感じで、なんかマジ主流でね、タイマン倒すとか、まあ、そういう場面は、まあ、正直相手の、まあ、支援ガンナー倒すぐらいしかできないかなって思うんですけど、で、ここも相手がカバー来ると思うんで、マジスクだけかけたけど、何もできないと。はい。まあ、初動はね、味方のあたりが奥行ってくれたんで、まあ、そこのタイミングで隙をついて触れたんで、だいぶ良かったですね。で、ここからまた詰めていきます。ドンキもね、相手の反撃食らうときは、吐きたくないんで、とりあえず、まあ、フェイントかけつつ、敵のカバーがあるときは、あんまり振らないようにしてます。僕はね、僕は。あんまりね、ルルカ使いっていう人と組んだことがないんで、立ち回りを見る場面っていうのもないんですけど、まあ、体感こんなのがやりやすいかなっていう感じで僕はやってます。はい。あんまり、振らないね。っていうのと、純粋に滑り知恵が全然出ないんで、むずい。ほぼリリルルミラーなんですけど、まあ、うまくね、詰めれました。だいぶでかい。で、これは暴走したんでまた詰めます。はい。相手もリリバフ入ってるんですけど、まあ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 、暴走してる方が強いんで、しっかりね、マジスクと通常で倒していき、さあ、ここ相手が多分カードレンギリすると思うんで、しっかり待って、ドンキが根元だから当たらない。まあでも相手がまた足並み揃うまで詰めてこないと思うんで、まあ引きつつ、まあただこっちもね、リリカポータル踏んでるんで、強気に殴ってもいいかなって思います。まああとは純粋に、攻めすぎてまくられないようにっていう感じかな。で、孤立した敵はしっかり倒していくと。いいね。まあ、リリルルね、そうだな、耐久編成は、まあ、集中きついね。ちょいちょいきつい。で、リリマルは、まあ、立ち回り次第っていう感じですかね。まあ、リリマル対面は、まあ、こっちもきついし、相手もきついから、まあ、なんか、ピース次第みたいなところあるんですけど。まあ、あとはなんか、リムルとか、リンとか、まあ、そこら辺は本当に、めんどくさいっすね。何なんすかね、あのキャラ。まあ、ただ、プロサーマンもツイートしてたんですけど、リンがいないと、耐久編成が強すぎる。っていうのは、ま、正直あると思うんですよね。このドンキ上手くない。しっかりね、裏側回って、味方に、割ってパスするっていう。まあ、ボーイドールでね、やっているんで、脇にやんで、後ろ回ってパスするっていうのはね。まあ、焦ってなければできるっていう。まあ、あと、滑り知恵が出れば出るっていう。できるっていう。まあ、最近ね、滑り知恵出なくてセーバーで先端したんですけど、
ストなかなか出ないんで、あらかじめ何する何するっていうのをね、ちょっとしっかりとね決めてコンパスすれば、まあ、僕のようにね HA があんまり出なくてもなんとかなるっていう、さあ相手はイスタカアイズベルですね。イスタカがね弱くなってあんまりいないかなと思ったんですけど、全然います。なんででしょうか。なんか、まあ、イスタカが弱くなったけど他のキャラで別に特別強いキャラもいないからイスタカが、まあ、使われてるっていうのもあるし、まあ、まだまだベルといいね、他のキリスプといいね、キリスプがなんだかんだいますので、まあ、自衛できるガンナっていうのは結構重要なんですよね。っていうのでまだイスタカはちょいちょいいますね。はい、でレンジで飛ばされていくが、さあ月夜叉がいいタイミングで入って頑張って耐久してもらってる。ただ相手結構カード入ってるんでもう攻められることはないかな。で触ったら降ります。はい、触ったら降りる。それで時間をしっかり使う。でまあマピアついてるんで怖いから逃げたけど暴走したんでキュッて一気に進めて強気に支流打っていきます。背面長引かせると相手もねいろいろカード警戒しちゃって反射神経良くなっちゃうんで、びっくりさせて殴るっていうのもね結構大事かなと思います。なんかじわじわね通常の戦いみたいの苦手なんですよ。そのアダムタイマーみたいなめちゃめちゃが苦手。次何切ろうとか全然わかんないしね、相手が何考えてるのかわかんないから、まあ、とりあえずなんかいろいろ周りの状況使いながら戦うのが僕は好きですね。はい、割って殴ってもらって、でここはまだ相手のカバーはないのでドンキを振っていったんですけど、これね間に合わないのかっていう感じで、ただ相手が見せてくれた。で手裏切って、で合図が見えないんでとりあえず転倒防止で魔術区白虎切りました。白虎上がってたら先に白虎でよかったんだけど、白虎がもうすぐ上がりそうだったから魔術区で転倒を防ぎつつ、白虎をそのままね上がったら連切りっていう感じで合図の HA 防いだんですけど、なんか全然 HA してこなかったね。ちょっと遅かったね、まあ、結果的には魔術区切んなくてもよかったかもしれないけど、まああれで死んでたらまた展開が変わってきたから、まあ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 別にね勝ってる状況なんで、まあどこで使ってもいいかなっていう。はい、ここはリルラファーガをもらっていく。で月足月足させ剣出たらしっかり全体回復ね入っていくと、うまいんですよね本当に。通常の入れ方もうまいけど、まあ、周りを見てるところとかその暴走するときとかあるじゃないですか。あれもしっかりね段差降りて逃げようとしてたんですよね、うん、逃げる場所とかもしっかりマップ把握して敵の位置把握して逃げているので、三沢さんがすごくお上手ということで、はい、で僕は HS 抱え撃ちしたんですけど、あたりくんがしっかりねカバーして入ってくれましたと。ナイス。うん、なんだかんだめちゃめちゃやりやすい。まあ人によるよな。リリルルとかもマジでやりやすい人とやりにくい人って全然いると思うし、うん、まあ、て感じでね、今日の動画はリリルでした。はい、シーズンねいろんなキャラ流行っていると思うんですけど、最後頑張ってください。ありがとうございました。